はい、では続きまして上皮内病変と浸潤性病変の鑑別についてお願いいたします。はい、これもなかなか難しくてですね、コンセンサスがないんですよ。この話に関してはコンセンサスも何も教科書にもちゃんと実際的にじゃあ、どうしてんだっていう話を僕は今日しようと思っています。で、上皮内病変の定義って何ですかっていうところをしないといけないんで、まあいろんなことは書いたんですけども、一つは悪性腫瘍の腫瘍細胞の増殖が上皮内に限局して転移などを起こす可能性がない病気、これ一番みんな納得するんですよ。これ正しいと思ってます。でもう一つあるのが、腫瘍細胞がこれとイコールだというふうにみんな理解していたと思うんですけども、腫瘍細胞が基底膜を破った増殖をしていない病変、境界不明瞭な病変を形成しないような病変、これが分かんないんです。おっしゃることはごもっともなんですが、これをじゃあ HE の標本で分かるんですかって言った時に分からないし、あとはじゃあ全部パス染色やるんですかっていう話になると、パス染色なんかやったってばっかりはしないんです。あとは昔や一時期流行りそうになって廃れたのはタイプ4コラーゲンを全部染めてみるとかいうのもあったんですけども、結局実際的ではないんですよ、実際問題としては、ね、で、ただあとはもう一つ、実は基底膜を作りながら浸潤していく感があるとかいう話もあったりして、基底膜を破る破らないっていうのはあんまり意味がないんじゃないかっていう意見もあります。あとは腫瘍細胞が周辺組織に浸潤性に増殖して組織破壊を呈することがない、まあ、組織破壊があるということに関しては例えば付属器が壊れてるとか、それで所見があればいいんですけども、浸潤性の増殖っていうのはなかなか難しいんですよ、判断、バラバラにこう入っていくっていうんですが、基本的にバラバラって入っていったって全部つながってますよね。原則切りようによっては完全に離れて増殖していくわけではないですよねっていうのがあるわけで、言ってること分かりますかね。要するに腫瘍の塊からタコ足状にこう伸びていくから切った時に浸潤性バラバラになってるようには見えるけども、原則的にはみんなつながってますよね。腫瘍細胞が郵送していくことがあるんだろうか、あるっていう説もあるんですよ実は。要するに腫瘍の結節から離れた増殖をしていくってことはあるんだっていうあれもあるんですけども、まあ、それはまあ浸潤性病変でもいいんですが、それをエッジでなかなか評価するっていうのは難しいことが多いっていうことです。もう一つ、それであとはもう一つ、これは僕らが実は使ってる方法なんですが、腫瘍細胞の浸潤が真皮乳頭層に限局している病変、これは、消化器官と同じ考え方、消化器官の早期がんというのは粘膜固有層まで浸潤が粘膜固有層までのものを早期がんと言います。粘膜筋板まで行けば、筋板を超えれば浸潤がんと、そういうあれはまあ炭素上皮ですから、そういうふうに言うしかないんだろうなっていうのは思うんですけども、こういう、定義の仕方もあるっていうことを分かってもらいたい。あ、実際的に、はい、この4つ目の乳頭層に限局してるっていうのは、盲腸層に入ってないっていう、そういう意味です、はい、盲腸層に入った段階で浸潤がんとしましょう、っていう考え方です。でそれの判断っていうのは、その乳頭層のそのファインなあのコラーゲン繊維とかああいうのの層にとどまってるか、それ以下のそうですそうですコラーゲン、厚いコラーゲンの層とか、はい、層がエラストーシスがあるような層に入ってるかっていうやつで、先生の考えではその真皮乳頭内のマイクロインベージョンは入れなくても、浸潤って入れなくてもいいみたいな、そんな感じで、多分そのマイクロインベージョン自体が評価できないのでなかなか、でこのその辺のところを、まあ、これからお話ししましょう。はい、はい、お願いします。で一応今僕らが考えてるのはこうです。で腫瘍細胞が真皮乳頭層にとどまっていて、腫瘍細胞の、包装の変異が明瞭なものは、まあこれはいいですよね、 SC 審査に。で腫瘍細胞が真皮乳頭層にとどまっていて、そして腫瘍細胞の変異が不明瞭、膜が保たれていないかもしれない、まあ、これさ今先生が言ったマイクロインベージョンってやつなんですが、一応これも我々は今のところ報告書上は陰細菌にしてますよっていうことです。どういうことか、
こういうやつが、まあこれあんまりいい例じゃないんですけども、こう炎症細胞浸潤で境界が不明瞭になっちゃうと、要するに表皮内にとどまっているかどうか分かんないんですよ、うん、そうなんですよ。そうなった時に検討会でしばしばこれ本当に浸潤がんじゃないのか浸潤がんなのかって揉めるんですが、原則的にも腫瘍細胞が乳頭層じゃ毛状層まで行ってなければ、とりあえず陰細虫の扱いでいいんじゃないのっていうことです。とりあえずで、それで今までずっと聞いてるんですが、一応困っていない、あなた陰細虫って言ったけど転移しましたっていうことがないっていうことなんですね、今のところで。こういうふうにこう分かんないんですよ、これ浸潤してるかどうか、炎症細胞浸潤が強くて。でこういうのもあるし、あとはこういうやつですね、これ少しバラバラっとあるってばあるんですが、ただこれ今見てもらうと分かるんですが、先生さっき言ったソーラーエラストースのある毛状層までは行ってないんですよ、これ。あ、ごめんなさい、今スライドの25番ですか？25番です。25番。はい。行ってないです。行ってないですよね。はいはい、でこれをじゃあソーラーケラトースのままにするのか、浸潤がんにするのか。うん。わかんない。難しい。わかんないってことになりますよね。でも僕らはこれ一応、乳頭層が厚くなってるんです。押し下げるっていうような言い方をするんですけども、厚くはなるんだけども、毛状層まで腫瘍細胞が行ってないので、これは陰細虫扱いでいいよっていうことにしてます。うん、なるほど。で、次、26に行きますけど、はい。これが微妙なんですよ、こういうやつが。これもただ押し下げているので、まあ、多分これは毛状層まで行っていないので、これも一応陰細虫かなり熱いんですけど、陰細虫でいいんじゃないっていうふうにしています、うん、この連続性みたいなのは、まあ、そこまで応援、まあ、そう、連続性はさっきも言ったように原則連続性はあるでしょっていう話なんです。どうか3次元的に切ってでいけばつながってるでしょってことでしょっていうことなので、その連続性があるとかないとかっていう話はあんまり意味がないかもしれないって個人的には思っています。で今度別のパターン、腫瘍細胞が神秘毛状層にあって腫瘍包装の変異が明瞭、すごく明瞭な場合はどうしますって、これも揉めるんですよ。でこれは附属器上皮内進展している、うん、まあ上皮内有極細胞がしばしば毛包だとか、カンカンだとかに沿って浸潤していくことがあって、上皮内で、まあ、そういうことなのか浸潤性の SCC なのか分かりませんっていう。明らかに付属器の上皮にありますよって分かればいいんですが、分からないこともある、うん、でこれはどうするの。僕らは原則的にも浸潤性の SCC にしています。こういう場合は境界明瞭であっても毛状層にがっちりあれば、あ、乳頭層を破壊してしまったっていう解釈、まあまあ超えて毛状層までいってるやつ、ね、うんうんうん、でもう一つ、腫瘍細胞が神秘毛状層にあって、まあ、不変が不明瞭、これは問題ない、うん、これはもう浸潤性の SCC でいいよねっていう話です。でこれなんですけども、一見陰細虫に見えるんですが、ここはもう毛状層、要するにソーラーエラストーシスのとこまで腫瘍細胞が入っているので、うん、これは浸潤性病気にしましょう。まあこれ魚介も不明瞭ですね、まあ、これはいいでしょう。こういうやつなんですよ。これどうします。でこれもしかすると毛包上皮内進展なのかもしれないけども、うんうんうん、毛包だっていう明らかな証拠がないんですよ。こういう神秘毛状層にがっちりある、腫瘍包装に関して、ね、ただそんなに小型じゃないし境界明瞭だし、これをどうしますかっていうことなんですが、僕らはもうこれはもう浸潤性病変にしています。こう圧倍性に増殖してるだけなんじゃないか、そのソーラーエラストーシスを下に押し下げてみたいな解釈。だからそこは、まあ、明らかにソーラーエラストーシスの中にあるので、うん、だからもうこれはしょうがないでしょっていう話なんです、うん、その圧倍性だけではないんですよ、これ。ソーラーエラストーシスの中まで入り込んでいるので、もうこれは毛状層だから一応浸潤性病変にせざるを得ないっていうふうに僕らは考えている、うん、
です。で、実際にこういう例があったんですが、これはもう望遠なので、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、これ、協会明瞭だったので、これ、望遠病ねって言ってたんです。らしいんです。僕、直接見たわけです。でも協会明瞭で、だけど、盲腸さんに明らかにありますよね、これ。うん、ありますね。ありますよね。はい、で、望遠病だって言って、フォローしてたら、あ、まあまあ、あの、リンパ節転移をしたんですよ。だから、やっぱり、協会明瞭であっても、盲腸層にがっつりあるものに関しては、やっぱり浸潤性病変と、まあこれ、一例をもってね、こういうこと言っていいのかっていう問題あるんですけども、ただ、こういう例は厳然としてあるので、やっぱり盲腸層にあるものに関しては、浸潤性病変にした方がいいんじゃないかというふうに今思っていますということです。で、結局、この問題に関しては、病変の境界が不明瞭な場合でも、全てを進行期病変と私たちは判断していなくて、乳頭層までに腫瘍細胞が限局していれば上皮内病変としていますというのが妥当であろうというか、ま、としていますですね。で、境界が明瞭な、多分基底膜破ってないかもしれないという病変に関しても、盲腸層に明らかにあったらば、それは浸潤性病変と扱った方がいいですよっていうふうに考えています。まあ、だから、浸潤性病変と一切治病変の鑑別どうしてますか、どうするんですかっていうことに関して、僕らというか僕の回答はこうだという。ただこれが 100% 正しいのかと言われると、結局、これも実は僕いろいろ本当たったんですけども、要するに浸潤性の SCC は何をもって浸潤性とするのかっていうことを書いてあるかなと思ってみたんです。少なくとも WHO ね、一言も書いてないんです。書いてないし、教科書的にもほとんど浸潤性病変を作っているぐらいしか書いてなくて、うんうんうん、みんな分かってないんですよ、原則的に。てか定義できてない、正しく言う、うんうん、だから実際問題としてはこうしているし、ていうかこういうふうにでもクリアカットにしておかないと報告書が書けないんですよ、実際問題としては、うんうん、だからまあ今これで僕かれこれも札幌の頃からですから20年これでやってますけども、一応その上皮内病変だと言ったのにって言ってクレームを受けたことは一度もないし、自分でも何十例、多分何百例だか SCC を扱ってきて、実際に患者を見てきて、この扱いで、まあ最も SCC 自体が、特に日光角化症から出てくる SCC 自体がリンパ節転移を起こす率が数パーセントですので、2、3% しかないから、まあ、たまたまラッキーなことに当たってないだけかもしれないですけども、少なくとも20年間の経験上はこれでやってきて、今のところ破綻はしていないので、まあとりあえずはこれでいいのかなっていう理解をしています。はい、ありがとうございました。ではここで一旦中断して次の動画に行きたいと思います。